何もしないのは、する必要がないから、だ。隣接する宇宙は双方とも結論でプラスマイナスゼロ。同じ、存在の衝突は、結論で双方とも、自滅的なオチになる。その消滅は例には、切ない、自分を認識する存在が消えるから、だが、故に、倫理としても、衝突する、その時は、止まる、のが最善ではある。もちろん衝動はある、その先に夢が理想が。それはプラスマイナスゼロを崩し、それはレートのバランスを歪め、そして自滅してしまう。故に、悪い。お金がなければ買えません。実際同意を得たいのは、これ、かもしれない。しかし。その入手手段がない、そういう状況は、賭け麻雀の世界では頻発するわけで。その結果、どんどんとプレイヤーが消えていって、その結果、誰もいなくなって、一人、ポツンと麻雀卓に座っている。誰か？誰もいない、お金がない状態。